げからげ VTuber のとうがらしくらしくです。祝40周年。はい、というわけで今回ご紹介する商品がこちら、カップヌードルチリチリチリトマトヌードル。こちら1982年7月に発売したカップヌードルチリトマトヌードルの40周年記念限定の商品です。まあ、ベースは元のチリトマトヌードルらしいのですが、こちら激辛チリチリペースト、こういうね辛さを20倍にすることができる、ペーストが入っております。今回はねこちらをですね美味しく食べていこうと思います。お湯を入れて3分待ちましょう。はい、完成。いつものチリトマトヌードル、トマトのいい香りがします。少し酸味はあるんですけど、程よいピリ辛で、カップヌードルの中ではシーフードの次によく食べる商品ではあります。なぜこちらにですね20倍の辛さにしてくれる激辛チリチリペースト入れていきましょう。お、なんかペーストを入れたらパスタのアラビアータみたいな匂いというか、タバスコの匂い、もう何にせよかなり食欲をそそる匂いですね。それでは早速一口食べてみましょう。いただきます。こりゃうまいな。もともとかなりトマト感が強い商品ではあるんですけども、そのためか辛みが増したことによってすごいイタリアンな味わいになってます。酸味が少し強調されたスープはまさしくタバスコをかけたアラビアータ。おいしい。今日用意してないけどニンニクも合いそうですね。カップヌードルって麺が昔ながらというか、揚げ麺をお湯で戻した麺じゃないですか。実際生麺風やノンフライ麺なんていうのが出ているお店の味に近づけた趣向のものがたくさんあるとは思うんですが、この揚げ麺特有の味わい嫌いじゃないんですよね。なんていうか麺自体が少し甘いんですよね。伝わるといいんですけど、この揚げ麺特有の甘さとトマトの酸味がいい感じに合わさって、酸味が苦手な私でも美味しく食べられるものに仕上がっている。辛さは蒙古タンメン中本ぐらいかなっていう感じですね。ただ蒙古タンメン中本よりは、スープがさっぱりしているので、辛さが苦手な人でも挑戦できるいい塩梅に仕上がっているんじゃないかなと思います。さて今回こちらに、まあ、激辛系 VTuber として足していくものが何かというと、こちらデスソースサールサージ。もうすでにそういう風味がしているので、まあ、足したら美味しいんじゃねえかなと思います。どのくらい入れたらいいだろうな。まあまあこのぐらいでいいでしょう。ではいただきます。あれ、デスソースどっか行った。なんか風味とか味があまりにもちょうど良すぎて足したのにいなくなりましたね。あ、でも少しだけ辛みと風味が追加されている。いや、美味しい。何でしょう、カップヌードルでイタリアン味わっていますね。さて、ここまで来るとですね、もはやパスタやピザのような味わいなんですね。なのでこちらも合うでしょう。粉チーズ、こいつを入れてさらなる旨味へ登っていきましょう。ダバダバーと、こんなんケチっちゃいけないですからね。こんなん何本あってもいいですからね。さて混ぜ混ぜして食べてみましょう。おお、タバスコかけたピザ味になった。いや、美味しい。すごく食べやすい。かつ何やらちょっと高級志向が見えますね。ただこのさっぱり具合、そして旨味の強さ、冬よりも夏バテがきつい夏に食べたい一品なんじゃないかなと思います。さて、それでは、こちらの方はじっくり食べていきまーす。はい、というわけでカップヌードルチリチリチリトマトヌードルでした。新商品というよりは40周年記念の、まあ、限定で生まれた、まあ、辛みの強いチリトマトヌードルでしたけども、かなりですね美味しかったです。味としてはチリトマトヌードル知っていればそれに準ずるものと思っていただければ構いません。動画内で話したように、それにさらに辛さが加わることによって酸味と旨味と辛さのハーモニーを味わうことができます。ぜひ
おすすめします。一番びっくりしたのがチリトマトヌードル出てから40周年なんですね。長っ。というわけで、次回またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。チャンネル登録、高評価、ベルマーク、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。また見てね。